こんにちは、Bレジェンド田中です。今回はベンチプレスのセットの組み方についてお話したいと思います。ベンチプレスのセットの組み方について質問がありましたのでお答えしたいと思います。質問いただいた内容としましては、重量、筋肥大狙いでセットの組み方の中で3回ギリギリ上がる重量で2セット行った後に10回程度のセットを3セット4セット行っているという内容でした。これについて少し考え方お話していこうと思います。ご質問いただいた方はですね、初心者ということでした。初心者の方で合計5、6セット組まれているというのは、かなり体力ある方だなと感じました。私以前動画の中でアップで 90%、95% あたりで高重量を1回挟んで、そこから筋肥大の8回から12回のセットを3セット行うというところのお話をしました。そこは狙いとしては神経系をある程度高い状態にしておくと、高重量を持てる神経の状態にしておいて、あくまで狙いは筋肥大として組み込んでいくというところだったんですが、今回のご質問者の方でいうと、3回という重量設定は、実は神経系を鍛える重量設定としては、すごくいいと思います。1回2回ギリギリの重量となってくると、やっぱフォームも乱れますし、怪我のリスク高くなるんで、コーチが近くにいてね、フォーム見てアドバイスしてくれる環境であれば、1回粘らずにギリギリ上がるかどうかっていう重量設定はいいとは思ってるんですが、初心者の方であれば、3回で神経系狙いで組むのも良いかとは思うんです。ただしちょっと懸念点としては、3回ギリギリを2セット行うっていうところだと、結構体力消耗するとは思います。3回目ってちょっと粘ると思うんですよね。それを2セット行うっていうところでいくと、ちょっと筋肥大をメインに狙う時期である、初心者の時期であれば、ちょっとスタミナロスで筋肥大のセットがちょっと中途半端になってしまうかなというところですね。そこだけ気がかりかなとは思います。私のおすすめとしては、やっぱり8回から12回ぐらい、10回を一つの区切りとして、何キロで10回できるかっていうのを、まずは初心者のうちはしっかり更新していくと、その中でマックスを、たまには測定するっていう方が、ちゃんと筋肥大の方にフォーカスした組み方になるのかなとは思いますので、神経系狙いで3回2セット入れる時ももちろんあってもいいとは思いますけど、ちょっと1回か2回でもう少し重くしてですね、1セット入れるっていう時も作ってみると、でそうするとセットの時に、あれ、セットの時そんな疲れてないから調子いいぞと、今までよりも記録が10回メインのセットのところのパーソナルベストが更新していくぞとなったら、やっぱりちょっとスタミナ消費してたのかなという可能性もあるかなと思うので、そういう考え方でやってみると良いのかなと思います。3回が良かったなっていう経験、実は私もありまして、1回2回しか上がんない重量をやっていくと、反動を使ったりとかですね、無理やり上げるっていうところで、神経系もやっぱもっと疲れちゃうし、関節へのダメージも結構大きくなってきちゃうんで、そればっかりやってるとやっぱりちょっとフォームが雑になってくると、そこで3回メインでどこまで上げれるかっていうところをやっていくと、過剰にフォーム崩れることなくて、3回メインで何キロ上がるかっていうのを更新を狙っていく時期も作ることはやっぱあるんで、悪い組み方ではないので、そこのスタミナもある程度消費するっていう特徴もあるので、そこを考慮しながら、そういう時期もあるし、1回2回もうちょっと重くして神経系を刺激すると、その中でセットを優先するっていう時期もあるっていうのを使い分けていけば良いかなと。トレーニング頻度がある程度取れているのであれば、神経刺激の日は神経刺激の日で、筋肥大の日は筋肥大の日でって、日によって分けちゃうのももちろんありだとは思うんですけど、一般の方ってやっぱそんなたくさんね、週5、6回もトレーニング行ける方っていうのは少ないと思うので、なんか急に仕事が入ったり用事が入ったりで抜けちゃったりすることもあると思うので、早稲田氏のおすすめとしては、やっぱ抜けちゃっても神経系の刺激と筋肥大の刺激が同じ日にある程度入れるっていうところで、アップである程度重いのを1回持ってセットに入るっていうのをおすすめしています。ちょっと注意点としてはですね、スタミナのロスだけ気になるなというところでした。ただしご質問いただいた方、すごいボリュームでトレーニングされてますので、そのまま続けていればいい体になっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひ頑張ってください。
いかがだったでしょうか。まあベンチプレスのね組み方っていうのは一つの正解じゃなくて、やっぱ体力とか、まあ、フォームとか、まあいろいろこう個性もありますし、回復力とかですね、関節の強さもやっぱり影響してくるので、どれがベストっていうのはですね、なかなか断言できるものではないんですけど、まあその組み方はどういうメリットとどういうデメリットとか、どういう影響が後のセットに出てくるとか、後日出てくるとかっていうところも一つは考えてみるっていうのと、もう一つは実際にやってみて体感してみるんですね。どういう疲労感を感じたのかとか、やっててどうなるのかっていうのを体感しながらですね、セットの組み方っていうのは自分に合わせるというのをやってみるといいと思います。でやっぱり毎日自分の体って一緒じゃなくて、同じ体の状態、同じ体の方であっても徐々に疲労が溜まってきたりとかですね、まあ、疲労が抜けてきたりとか、減量に入って体力なくなってきたりとかですね、まあ、試合が終わって栄養しっかり取れるんで体力がよりついてきたりとかっていうのを、体は変化しますので、まあ、体の状態とかにも合わせてセットの重量とか回数設定の体感を感じながら組み替えていけば良いかと思います。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE では毎日お得な情報を配信しています。また B レジェンドではお得なセールも行っておりますので、概要欄からチェックしてください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。